苦しいか。私を侮辱し人間をかばった罰だ。かわいそうに、お前とは王として互いに尊敬し合い慈しみ合えると思っていたのに、なぜこんなことになったのか。そうだ、何もかも人間どもが悪い。ラファル様、人間の娘を捕まえました。よくやった。見てみるがいい、お前の可愛い銀座闘士がどうなるか。私たちの邪魔をした人間がどうなるかを。貴様、シャレ、あなたの羽よ。状態を出ろ。あ、ルスレールに行け。アンを連れて。シャレ、裏切り者だ。無様だな、シャル。上がってこい。また私は裏切られるのか、仲間に。よりによってお前に。羽を握っている限り、お前は俺の使役者だった。仲間ではないし、裏切るも裏切られるもない。1年前、15歳だった人間の女の子でさえ知っていたそのことに、お前は気づかなかった。アンと出会う前にお前を見つけていたら、お前はこうして私に剣を向けたりしなかっただろうな。おそらくな。だがそれが運命だ。運命か。終わりだ、ラファル。墓地を粗末にするな。